三笘が見せた背中トラップ、あれ狙った？それともたまたま？うまいこと背中使ってキープしたな、わざと。微調整して当ててたね。意図してやってたらすごすぎ。ボールの軌道見て、左腕を引いた状態保持して背中で受けてる。明らかに狙ってやってる。ボールが来るのに合わせて肩甲骨出してコントロールしようとしてるな。足や肩トラップだと詰められてそうだから面白いテクだな。素晴らしいアイデア力、臨機応変に最善手を出してる。足でトラップしたら相手に外に出されて終わり、背中でトラップして可能性を残してる。これは狙ってやってるな。サッカー楽しいのが伝わってくる。後ろからのボールめっちゃトラップするやん。スルーしてたら追いつけない。せっかく味方上がってきてるのに結局バックパス。こんなのやられると味方やる気なくすだろ。うまいウインガーならまた抜きパス狙うだろうね。やめられてもライン出てスローイン。これ意図的にやってるじゃん。ロナウジーニョはよくやってたな。ロナウジーニョは意図的にやってたけど、三笘のはおそらく偶然だろう。ネイマールはお尻トラップ嫌いじゃない。